はい、今の状況はね、まあ、十二沢パーキング、まあ、ここにいます。そして、まあ、このオレンジのルートなんですけど、これが、まあ、ハイキングコースになってますね。まあ、ここからね降りてって八丁倉狩りだって鹿飛び橋、まあ、前回は鹿飛び橋を渡ってますけど、まあ、今回は渡らずにこちらへ行って、まあ、最終的にここの小蓬莱見晴らし台まで行きますね。今ヤンバダムがね放水しているということで、まあ、ここで見事な放水の景色がね、まあ、撮れると思いますからね。あ、本当そんなところがあるんだ。900メートル八丁倉狩り、渓谷中最も川幅が狭まったところ、鹿飛びと呼ばれる川幅2、3メートルの場所もある。まあそうでしょうね。この八丁倉狩りっていうのが一番、まあ吾妻清の中で、まあ、一番なんていうかな、吾妻清らしいっていうか、まあ、全部でね、まあ、見どころが、まあ、10箇所ぐらいあるそうです。まあ、10章って書いてありますよね。そして これが鹿飛び橋ですね。まあ、確かに八丁倉狩りで暗い感じになってますね。まあ、ハイキングコース、まあ、そのまま利用していますので、一部登山道に近いアップダウンがあります。山道に適した靴を、歩きやすい靴または登山用の靴での散策をお勧めします。まあね、国道沿いの平坦な道をご利用ください。でもちょっとこの小蓬莱に行くには、まあ、国道の道はちょっと使えないと思うんで、まあ、どうしてもねそのハイキングコース、オレンジコースをね辿らないといけないんで、まあ、ちょっとこれ虫除けスプレーとかも、まあね、つけて完全防備でちょっと行きたいと思いますね。目指すは小蓬莱見晴らし台です。そちらがね十二沢パーキングです。まあこうなってますけどね、まあ、これハイキングコース、まあオレンジ色で書いてあったのはこちら左ですね。まあ遊歩道とか猿橋とかは向こうなんですけど、ここにね何やら、まあありますけどね、要は今までまあ規制されていたんだけど、令和2年4月1日より解除になったっていうお知らせですね。だからここの小蓬莱、まあ見晴らし台までは行けそうですよ。よかったね。こんな道、その代わりね。こっちは、まあ、とりあえず右行きますよね。鹿飛び橋ですもんね。こういった場所ですね。すごいとこだね。この上流に、まあ、ヤンバダムがあって、その見晴らし台の小蓬莱っていうのがあるんですね。はい、そちら方向から歩ってきています。まあ、今気がついたんですけどね、三脚の足のうちの一本がですね、ダメになってました。これは、どっかで落っことしてきちゃったんだね。まあ、こんな留め金だけ残ってたんだけど。ちょっとね、虫除けスプレーのね、付け方が少なかったみたいです。
まあ、こんな感じでね、まあ、虫が蚊が寄ってきてます。先ほどのね、撮影ポイントすぐそこなんですけど、まあ、こっからね、まあ、こんな感じでね、まあ、ガードレールっていうわけじゃないけど、そういった感じで下へ下がっていきますね。それから鹿飛び橋の方へ行くんですね。確かに足元はこんな感じで、すごい感じです。でも三脚の足がどっか行っちゃったっていうのもすごいね。またもう買わなくちゃダメかもしれないね。足に引っかかったなって感じがあったんですけど、あの時ですね、こういった感じで続いていきますね、はい、そちら方向からね、まあ、下ってきています。まあ、帰りはねここを登ってきますけどね、なかなか大変そうです。あ、もうあそこの橋が鹿飛び橋かな。そして水の流れがありますよね。うん。もうそんなに遠くないと思いますから頑張りましょう。まあ帰り道もね迷わないように。おお、すごい看板。植物ってすごいよね。こんなところにもね。まずは進行方向向こうです。ここに来てね、まあちょっと行けない感じになりました。まあ松鳳来見晴らし台は。まあ、そちら方向800メートルなんですけど、まあこれなんですね。まあ管理用の通路を作っていて、まあ9月30日まで通行できないんですね。また松鳳来は行けません。鹿飛び橋、まあ20メートル、あれです。うん。このパネルは何ですか？あ、これ今さっきのですね。あ、三島山固有林って。前回もね、この橋までは来てるんですよ。まあ、ここら近辺がね、まあ、一番川幅が狭いという。
これが耶馬渓しのぶ吾妻橋。鹿飛び橋。はい。こういった場所です。石川飛び橋からね、戻ってまいりました。まあこの場所はね、まあ三脚の足がね、まあ、なくなってたことに気がついた場所です。まあここから先はね、まあ地面を下を見ながら、まあこの先が落ちてるかどうか、この黒っぽい丸がくっついてるし、まあクロームメッキなんで。まあね、見つかりやすいと思います。じゃあ見つかりますかね。見つかったとこで治るとは思えないんですけど、とりあえず見つけに歩きましょう。はい、そこにはね、大きなキノコですね。どうでしょう、なんか葉っぱが乗っかってますけど、でっかいね。これはなんていうキノコですかね。またググって分かったら名前入れますね。はい、こうやってね、下向いて歩いてきた。まあここですね。ここで落下したんですね。はい、わかりました。